皆さん、はじめまして、先端恐怖症と申します。今回、プテラ高橋さんと共同企画として、人狼殺 YouTube 人狼実況者杯を開催させていただこうと思います。イエーイ!どん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 、パチパチパチ。はい、ということで、早速、参加者様をご紹介させていただきます。柿さん、慎太郎さん、たくまさん、アテンションさん、聖郎さん、トゥンさん、ズナザメさん、そして企画者のプテラ高橋さんと私先端恐怖症です。今回は生放送ではなく完全に動画企画でやっていこうと思います。ルールに関しては人狼殺の新究極プライベートマッチの9人村、狼に狂人1、占い師1、ハンター1、狩人1という配役でやっていきます。役職希望は禁止として、連続カード、初日の連続、あ、じゃあ連続カードが、不可、初日の、護衛なし、初日の狼襲撃なし、チャットでの考察禁止、CO と雑談は可能とします。で、それでですね、それに加えて今回はせっかく企画なので、毎試合面白かった人 MVP、それから人狼的な MVP の2人を毎試合決めようと思っています。で、フェアにするために、議論時間の延長は1人、1試合1回までとさせていただきます。うん。それを、4戦収録する予定です。で、4戦収録してですね、各視点、取れ高があったりとか、初日釣られてちょっと動画化しづらいという人もいますので、最低それぞれ2試合の各視点を上げるという形にします。各視点の考察が見れるわけですね。投稿日時に関しては試合を4つに分けまして、 A、B、C、D として8月2日木曜日に試合 A、B を18時に、8月4日土曜日に試合 C、B を、18時に投稿しようと思います。先端恐怖症視点は全部あげようと思います。じゃあお楽しみに。